まっちゃんのサバイバルスペイン語講座始まるよ。ポコネルビオッサの。こんにちは、まっちゃんです。こちらスペイン語マラガからお送りするサバイバルスペイン語講座、今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日冒頭でまっちゃんね、うちの猫にうんぽこネルビオッサのというふうに言っておりましたね。今日はね、そういう感じをうんぽことかね、エマシアードとかね、そういう言葉がねあるんですけど、こちらのね使い方をお勉強してみたいと思いますよ。こちらまっちゃんのサバイバルスペイン語講座では、私のスペインでの日々の生活をもとに、楽しくレアなスペイン情報、あと簡単で必ず通じるスペイン語をあなたにどんどんお届けしておりますよ。ぜひですね、チャンネル登録をプチッとしていただいて、私と一緒にね、楽しくお勉強していただけると嬉しいです、ということでございますよ。ね、もう冒頭にね、申し上げましたけれども、こちらね、うんぽこネルビオサノというふうにね、うちの猫に、どうしたの今日ちょっと、ネルビオサナーバスになってるわね、というふうに言ったという、うんぽこね、うんぽこで少しということでございますよ。ね、こういうね、言葉の、度合いとか、量とかをね、表す、副詞とか形容詞だったりするわけなんですけど、そちらのね使い方を今日見てまいりたいと思います。でね、どういうものかというと、例えばね、ポコとかね、ウンポコとバスタンテ、ムーチョ、あとデマシアード、あとアルゴとか、こういう感じの他にもたくさんあるんですけどね、こういうのをねちょっとピックアップしてみましたので、こちらを見てまいりたいと思います。でね、これ例えばつけるものによって、例えば名詞だったり動詞だったり、自分自身が、形容詞になったり副詞になったりするわけでございますね。それに変わるね、それによってね、使い方が少々変わってまいりますので、そちらを見てまいりましょう。で、まずね、最初にね、名詞につける場合、こちらをね、見ていきますね。で、この場合はね、この人たちは、このデマシアードさんたちは、形容詞という風になりますので、その場合は、ということは、整数一致というね、女性名詞であるか、男性名詞であるか、単数であるか、複数であるかによって、形を変えるということですね。でね、これどういう風に使うかちょっと見ていきましょうね。これ後ろにつくのは、名詞ね。でももう複数にしますね。もう複数にして男性名詞と女性名詞で分けて見てみますね。例えばじゃあデマシアードという言葉ね。デマシアード、これで例えば、デマシアードスプラタノス、これはバナナ買いすぎということで、デマシアドスプラタノスというふうになるということですね。プラタノ、これが男性名詞で、プラタノスというふうに複数になってますから、このデマシアドさんもデマシアドスというふうになってるということですよ。ね、これ後ろにつくものが女性名詞だとしたら、デマシアダというふうになるんですけど、女性名詞複数になると、デマシアダスマンサーナス、デマシアダスマンサーナスというふうになりますね。リンゴ買いすぎということでしょうか。デマシアダスマンサーナスというふうになりますよ。わかります。お分かりいただけますよね。その男性名詞であるか、女性名詞であるか、単数であるか、複数であるかによってね、後ろが、ね、お尻が変わってくるということでございますよ。次ね、これね、ムーチョね、ムーチョ。これ以前にね、ムイとムーチョの違いというね、動画をね、上げておりますので、そちらの方ね、また復習ということでね、ぜひぜひご覧になってみてくださいね。こちら。で、ムーチョスね、ムーチョスディスコスね、うちにいっぱい、もう聞いてないCD ね、ディスコスというんですけど、たくさんありまして、ムーチョスディスコス。もう最近ではもう聞くのはね、もう車の中ぐらいですけどね、運転もあんまりしませんので、今ね、聞かないということでございます。ムーチョスディスコスというふうになってます。で、ディスコスがいっぱいあるということは、その中にいっぱい歌があるということで、ムーチャスカンシオネス、ムーチャスカンシオネスというふうになるということですね。こちらバスタンテ、これはね、男性名詞でも女性名詞でも同じバスタンテなんですけど、複数だけね、バスタンテスというふうになるということですね。例えばバスタンテスプロブレマス、バスタンテスプロブレマスというふうに言うと、これは男性名詞複数形ですけども、バスタンテスプロブレマスね、これ私のように毎日のようになんかね、いろんなところから、銀行とか、いろんなところからね、お手紙が届いて、またこれやらなきゃ、またこれもやらなきゃいけない。でもいろんな問題がたくさん舞い降りてくるということで、バスタンテスプロブレマスというふうになるということですよ。ね。あとね、例えばこれが、なんかお友達がいっぱい来て、
みんな座れるかしらなんてね、言ってますと、大丈夫大丈夫、テネモスバスタンテスシージャス、バスタンテスシージャスと、これはシージャというね女性名詞ですけども、バスタンテね、変わりません。ただ複数なので、バスタンテスシージャスという風になってるということですね。次にね、これはアルグーノ、アルグーノっていうね、アルグーノ、アルグーナっていうね言葉がありますけど、これはアルグーノスという風になりまして、こちらがアルグーノスバルコスね。もう最近だと少しずつですけど、クルージングの船がね、マラガ港にね入って、マラガの港に入ってくるようになりました。見て見てってね、アルグーノスバルコスね、アルグーノスバルコスという風に言うということでしょうかね。次にね、自転車が、普通の道でね、自転車乗ってる人ほぼいなかったですけどね、最近多いんですよね。で、車に乗ってちょっと気をつけなきゃいけないということで、天空だと。アジアイ、アルグナスビシクレタス。アルグナスビシクレタスという風になりますよ。ね。次に、ポコ、ポコという言葉がありますけど、これは、ね、高速道路で今日は週末ということで、いつもだったらトラックがいっぱいなのに今日は少しねということで、オイアイポコスカミオネス。ポコスカミオネスという風になるということですね。で、ポコスカミオネスということは、ね、運んでる 箱も少ないであろうということで、ポカスカハス、ポカスカハスということになるということですね。この男性名詞、女性名詞、単数、複数、これによって一緒にね、名詞と一緒に変化してくるということでございますよ。次にね、動詞につく場合、この場合は、この人たちが、このバスタンテさんたちが、副詞ということになりまして、でね、これは変化いたしません。変化しないでそのまま簡単に使えるということですよ、ね、と例文を挙げてまいりましょうね。例えば、アナ米デマシアド、アナさんはもう食べすぎる、アナ米デマシアドということでございますね。で、私はエスタノチェトマードセルベサデマシアドということで、セルベサエトマードセルベサデマシアドということでございましょうかね。これはムーチョね、これエヴァ、エヴァって子供がいてね、子供さんがエヴァジョラムーチョ、エヴァもう泣いてばっかりということで、エヴァジョラムーチョということでございますよ。あと、この辺のね、ご近所さんはいつも叫んでおりますから、ミベシノエステティオチージャムーチョ、チージャムーチョということになるということですね。例えば、今日はね、十分にお休みいただきましたということで、ノソートロスエモスデスカンサードバスタンテというふうに言いました。これはバスタンテですからね、十分な休息を得たということですよ。エモスデスカンサードバスタンテというふうに言いましたよ。次にね、ちょっと行方不明になっちゃった友達かなんかいたとしてね、気になるから聞いてみようということで、サベスアルゴでパブロ、サベスアルゴでパブロというふうに聞いた。アルゴでパブロ、何かパブロのことを分かったという感じでしょうかね。少しでもね、情報があれば教えてという感じですよ。サベスアルゴでパブロというふうに言いましたね。で、これね、レストランかなんか行って、ちょっとチップを置こうかなと思ってね、財布見たら小銭が全くないということで、一緒に来てる人にダメアルゴでモネだ、ダメアルゴでモネだっつってね、で、コインを、かすめ取って、ね、自分が、ね、払ったかのようにチップを置くということでございますよ。ダメアルゴでモネだということですね。次にね、一緒に飲みに行こうって言ったわりにね、全然飲まない人たちがいるということで、エージョスベベンポコ、エージョスベベンポコ、もうほぼ飲まないじゃない、何あんたたちね、あの人たち全然飲まないじゃないのということで、エージョスベベンポコというふうに言いました。とスペインでもね、お豆腐が簡単に手に入るようになりました。まあ、かなりのね、岩石豆腐ですけども、硬いやつね、一回一回から落としても多分割れないぐらいの硬さなんですけど、味がしないですね、あんまりね。で、まあ、スペイン人が豆腐を食べたら、豆腐サベポコ、豆腐サベポコ、豆腐サベポコ、もうほぼ味がしない、お豆腐なんて全然味がしないわほっていう感じというふうに言っていくということでございましょうか。で、今のが動詞につけて使うタイプね。で、これからはね、形容詞につけて使う場合、この場合は、副詞ということでデマシアドさんたちが働きますので、この場合も変化はいたしません。これもずらずらいきましょう。デマシアドホーベン、デマシアドホーベンね、彼はあんたにはちょっと若すぎるわよということで、
ね、エレスデマシャドホベンパラティというふうにね、言ってあげるということでございましょうかね。あと、モーイドルセ、モーイドルセ。今日買ってきたケーキが甘すぎる、モーイドルセということで、モーイドルセ、もうとても甘いということですよ。あとね、バスタンテフエルテ、バスタンテフエルテということは、ね、これはもうかなり強いということなんですけど、例えばね、ね、ドイツで大変な雨が降りましたけれども、アジョビドバスタンテフエルテね、かなりの雨が降ったということですよね。次ね、アルゴチキティート、アルゴチキティート、ワンちゃんの背中になんかちっちゃいものが見えたということで、エビストアルゴチキティート、エビストアルゴチキティートというと、なんかちっちゃいもの見たわよ今ということですよ。なんか虫かなんかついてるんでしょうかね。で、このチキティートというのはチコというちっちゃいものが、これがチキートになって、もっとちっちゃいものになって、もっともっとちっちゃいものになってチキティートになってるということですよ。アルゴチキティートねという歌があったんですよアルゴチキティートという歌があってね、それを思い出したということでございますね。次にね、これはポコドルセというふうに言うと、スペインのね、甘いものは本当に甘いですけど、最近でこそね、少しね、甘さ控えめのね、スイーツなんかも出てまいりました。そういう場合ね、ポコドルセという感じでね、私たちのお口にはちょうどいいぐらいの甘さのものね、あんまり甘くないという感じでしょうか。ポコドルセということですよ。ね。あとちょっとね、ちょっとだけ塩気が強いなという場合ね、ウンポコサラードというふうに言うと、少しちょっとしょっぱいかなという感じね。かなりしょっぱい場合は、デマシアドサラードというふうになりますよ。デマシアドサラードね。今のが、まあ、形容詞につけた場合、これを副詞につけということもできますよ。副詞につけた場合は、この人たち、デマシアドさんたちは副詞ということで働きますので、これまた変化いたしません。例えば、デマシアドセルカ。デマシアドセルカね。トカサヒタデマシアドセルカでニーカーサ。あんたんちうちから近すぎんのよ。ということでございますね。デマシアドセルカ。あと、例えば、モイテンプラーノ。おいめえレバンタードモイテンプラーノ。今日早起きしたからね。ということでございますよ。また、眠いのをね、言い訳している。ということでございましょうか。ね。あとね、バスタンテレホス。バスタンテレホスというと、かなり、十分に遠いということですよ。例えばね、ハポンエスタバスタンテレホスでエスパーニャということで、日本はスペインからやっぱりちょっと遠いわねという感じでしょうかね。次にアルゴクラロ、アルゴクラロというと、まあ大体政治家の方なんかね、あんまりもうこうね、なんか煙に巻いて何言ってんだかよくわかりませんけど、今日この人あれね、いつもよりアルゴクラロねってね、油アルゴクラロというふうに言っているということでございますよ。今日はちょっとね、言ってることが少しスッキリしているという感じでしょうかね。ウンポコタルデというふうにね、言っております。ウンポコタルデ。今日夜、ご飯食べに行くの、何時にするってお友達に聞いた。10時半はってね、ちょっと、ウンポコタルデのちょっと遅すぎないという感じでしょうか。うんぽこたる、ちょっと遅いんじゃないのというふうに言っているということでございますよ。こんな感じでね、今日ご紹介したこういう言葉の他に、まだまだたくさんね、いろんなスフィシエンテであるとかね、アペナスとかソロとかソラメンテとかね、たくさんね、他にもね、こういう言葉ありますね。度合いを表したり、量をね、表したりする言葉なんですけど、で、まあ、使い方さえ分かっていればね、もう簡単に使えるということでございますよ。で、これ他にもね、例えばちょっと相槌っぽくも使えるということですね。今日暑いわねって言われた。バスタンテ。バスタンテね。あと、もう今日暑いわねって言われると、デマシアド。デマシアド。ね。というふうにもね、ちょっとなんかこう、相槌っぽくも使えるという感じでしょうかね。で、今日ね、ちょっと朝ね、チューロスをね、食べましたんでね、その映像をね、ちょっとね、これから入れて、なんかちょっと例文みたいのね、作ってみたんで、こちらの方をご覧になってみてくださいね。
今日こんな感じでね、バスタンドとかね、デマシアドという言葉をね、お勉強してみましたけど、いかがだったでしょうか。また次回もサバイバルで楽しいお勉強してまいりましょう。今回もご視聴大変ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、あとベルマーク登録ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたこちらマラガでお会いいたしましょう。さよなら、アディオス、アスタベモ。